ごきげんよう。起爆剤講演家の宮崎文隆です。起爆剤はネタを起こして輝かすという意味もあり、七転び八起きの精神も入っております。今日はですね、まず質問です。これは何だって何なんでしょう。これは七転び八起きの言葉遊びをしたものですが、これは何かと申しますと、これは、住友生命の毎年ですね、住友生命保険が、今年の世相を表すというんで創作熟語を応募しているんですね。今年2万点以上来たそうです。その中の最優秀作品がこれなんです。何と読むか。何と読みましょう。はい、これをこう読みます。はい。七コロナ八起き。七コロナ八起きと読むんですね。非常に遊び心がありますよね。まあリバウンドがあっても新型コロナウイルスに負けずに起き上がろうという思いが込められているという、なんと面白いじゃありませんかね。いやいやいやね。まあこの七転び八起きを七コロナ八起きとやった面白いですね。いや、この遊び心が実はこの勇気ですね。遊び心があると輝きますね。そしてコロナに対戦していく、克服していく勇気もありますよね。なんかこれまあ七転び八起きというのはやっぱり元気が出てくる言葉ですよね。元気を出さそうという言葉ですね。そしてこの七転びの勇気というのをですね、実は高校生の書道家の部員がですね、大きく大きな筆でダーッてこれ大きく書くんですね。まあその書きっぷりも見ていると元気が出ますね。まあ高校生ですからね、若いですよね。そしてそれが筆にいっぱい墨をつけて一気に書き上げます。何人かで書き上げたんですね。何人おったんですか、5、6人おったんですかね。で、女性のパフォーマーが書き上げました。それ見てると本当元気です。元気が出ます。そして元気が出て、その遊び心に輝きがあり、そしてなんとこの言葉にはやる気が出させる、やる気を出させるエネルギーが潜んでいますね。どうでしょうか。七転び八起き、七コロナ八起きでこの年末を乗り切り、幸せに忙しいところをぶっ飛ばして新しい年を迎えるために七コロナ八起きでいきたいと思います。そして私もかなり転んで前に進んでませんが、今年チャンネル登録1000人しようと思って、今まだ7回転んでないかな、今5回ぐらい転げてますから、あと2回転げると前に進むかも分かりません。ぜひチャンネル登録のよろしくお願いします。ではまた、ごきげんよう。